チリチリチリよいしょっと。初日の出とはなってないですが、もうこんなに太陽が昇っちゃってますが、皆さん明けましておめでとうございます。わー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 、そらちゃん、皆さん、去年はどんな年だったでしょうか。ニョキ。自分はね、やりたいことをやらせてもらったいい年でした。でまた今年も自分のやりたいことをね、どんどんやっていける、で何かやりたいなと思ったらチャレンジしていける年にしていきたいと思います。でそら、というのも死に際に、あ、なになに、やりたかった、やっておけばよかったって思わないように、生きるためにって感じでね、思ってます。なんかうんこついてるの、ここのアヒル、なんかうんこついてる、何そのうんこ、なんかうんこついてる、ま、なんか朝からうんこうんこ言ってるけど、けどなんかどうしたの、せっかくの綺麗な感じ、アヒルかわいいですね、あー癒しになるわーと、あれです、昨日イチゴのね、赤ちゃんが生まれました。いやー可愛いですね。やっぱり昨日のね、お昼のね、昼の3時頃ですね。まさかあのねサイトとか見てると、あちゃっぴおはよう、明けましておめでとう、サイトとか見てるとね、夜中に生まれるとか書いてあるんですよ。って言うけども、夜中って言うけど、そもそもうちのヤギも夜中に生まれたことねえなと思いつつ、うちの猫は昼間の3時に生まれました。そのネットの情報だけをね、信じるのはね、信じてもしょうがないね。夜中に生まれたり満月に生まれたりする、するしないな。ゆめちゃんも満月に生まれてないからな、うん、まあそんなんでね、猫かわいいです。そら何やってんの、なんとなくネズミ捕りだね、あれは。まあ今年もね、自由にノー編集の YouTube を撮っていきたいと思います。編集しろと息子がうるさいんですけど、編集する時間くれと思って編集する時間があったらゆめちゃんと遊ぶわと思って、編集する時間があったら掃除するわと思って、私が 見なければもう家の中崩壊しますからね。あ、やばい、入れない、これは入れない、入れない、こんな状態。入ってみるか。はーい。わっ、暗ー。明けおめ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 ちゃん。明けおめだね。普通に資料をやってます。お？資料じゃないとね、ちょっとね、もうダメだ。なんかこの中に何もないからさ、早くちょっと起きるようになってくれないとね。あ、こんなところにもいる。
あ、トマトが、トマトが、トマトがついにダメになってる。そうそう、そうしてね。あ、あ、あ、やばい。そうして今年はどんな年かな。今年はどんな年かな。だって2022年でしょ。数秘術で言うとさ、2222がさ3個で6でしょ。なんかこう平和的な年になるんじゃないのかな。平和とか愛とか年になるんじゃないのかなって自分的には思ってます。というかね、どんな年になるかならないか、幸せの年にならないかは本当自分のね心がね、どれだけこう豊かなのか、豊かかっていう。あ、不幸だなーって思っても口に出すときに、こうなんか、あ、こんなことに挑戦できるいい年だーみたいな。そんななんかあのピンチが来たらチャンスに変えるみたいな。まあ年にね、まあ毎年してるんですけど。で、あの神社でおみくじ引くときは、自分はこうやって行きたいんだけど、どうすればそういう風に行くかなっていう感じで、運試し。運試しじゃない、運試しじゃないんです。運試しって、博打かって。運試しじゃなくて、あの自分はこういう風に進みたいんですけど、どうすればその道に進めますかっていう感じでね、神社のおみくじを引けばいいと思うんです。昨日そうやって思った。で、自分占いであのルーンとかやるときも、どういう風にこういう道、どういう風にしたらうまくいきますかっていう。そしたら、ちょっと待ってたらいいよ。ちょっと時間を置いたらいいよとか、まあ、勢いよく進んだらいいよとか、あの、心に愛を持って進んだらいいよとか、いろいろ出してくれるのでね。あ、シルキー。空が見ると嫌みたいだね。そして明日は実家に行って YouTube を撮ってきます。 YouTube を撮るかな、スノーモービルの YouTube を撮ってきます。あ、そうそう、シンバルだ、シンバル、シンバルを使ってね撮ってます。お、チューキー、何、シンバルを使って撮ってます。よし、じゃあスノーモービル使わないで私が初歩き、これ行って帰ってきたらいい感じに、いい感じに10分ぐらいになるで。そしていい散歩にもなるからな。よし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 、お、2人ついてきてるぞ。よし、あ、行った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 、空が行った。お、シルキーも頑張れ。今年はね、シルキーを鍛える、うん、あ、寒い寒いの、シルキーで、来年の今頃にはシルキーをモフモフにするんだ。シルキーをモフモフ。あとね、今年はね、発酵食品を作って食べようっていう。なんかね、大豆とか多分あれ豆乳とかでただ茹でただけで摂取するとあんまし良くないな。あの豆乳とか豆腐とか中心にしてた生活があったんですけど、なんかその時に胃腸の調子がすこぶる悪かったな。かといってね、ヤギミルクを毎日飲んだとしても、調子悪いと思って。まあ、やっぱ水。水ですね、飲み物は。まあ、やけどお茶だね、お茶。お茶。いや、お茶って言ってもね、あの、結構忙しい時に手軽に飲めるのはやっぱり水。水をガポガポ飲むんじゃなくて、ほんと適量、適量、何リッター飲まなきゃとかじゃなくて、
適量ですね、適量、適量飲めばいい。しるき、しるき、なんか服が凍ってる。服じゃねえ。お、行くの、空危ないよ。川がしょろしょろ流れてます。どうしたんだろう、ネズミでもいるのかな。よいしょ。そうそう、健康法、やっぱり歩くことだね。歩くことが大事だよん。歩いて歩いて、で楽しんで、でまあやっぱ大事なのは掃除だね。掃除だね。 YouTube ばっかり見てないで掃除しましょう。掃除、掃除だね。ほんでね、ほんでね、なんか結構無添加のだしを使ってたんですけど、そんなだしより塩でその食品の甘み、旨味とか甘みを出せばいいんだと思って友達に教わり、ああ寒い寒い、しるき歩きな歩きな、でね、そうすればね、そうすれば美味しいんだな食品って。うん、あ、そら先輩って、しるき行け、そら先輩んとこ、そらが先輩です。まあ食べ物の旨味を塩で引き出して、そしてまあ最後に醤油とか味噌とかで味付けと。そして今年は台所に砂糖を置かないことにしようと思ってさ、砂糖を出しちゃうとなんか砂糖の甘さだけに頼っちゃうから、ほんとね、それとは、それとはあのなんか個性反対の塩を使おうっていう、ほんと食べ物の旨味とか甘みをね引き出すねものを使って料理していきたいと思います。あ、うんこしている。で、あとはなんかこうアイスとか食べたいって言ったら、まあリンゴとかブドウとかみかんですね。そんなものを食べて今年1年は疲れない体を作っていくという。シルキー見てたら、あの歯周病、結局あの食べてるもの内臓とかが悪くなっちゃうと歯にまで行っちゃうので、やっぱ運動ですか。運動はしなきゃダメですね、常に。で、寒い寒いって言って家の中にいてるとダメになります。まあそんなんで今回こんな感じにしたいと思います。それではまた皆さん、いや一旦に下げなきゃ。今年も良いお年になりますよ、いい年になりますよ。いつもあるんだよ。それでは皆さん、元旦楽しんでくださいね。じゃあね、バイバイ。こっち向かないジンバル。はい。